はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は理不尽は言ったもん勝ちっていうね、ちょっともう本当に嫌な話になるんですけど、まあ皆さんもいると思うんですよね。なんかノルマをむちゃくちゃに突きつけてくるような上司とかね、絶対に達成できないような目標ばっかり掲げるような経営者とかっていうのがいると思うんですが、それってもう結局ね、もう言ったもん勝ちなんだよと。ところがなぜかね、それに対して根拠もないのにできるっていう人がいるんで、もうそういうこうなんか社会変えていきましょうよって。で、この話を聞いた僕らだけでもせめて考え方変えていこうよっていう、まあそういうゴールに導けたらなというふうに思って話を進めていきます。で、まず一つ目のタイトルね、できませんを言えませんっていうね、誰がうまいこと言えば全然うまくないかできないなんて言うなっていうね、社会人ならこう誰もが一度は聞いたことがあるかもしれないですね。もう何回も言われましたよね。はい。で、仕事をもらう立場であれば、そのできないっていうね話を、まあ、一言をね、一度でも言っただけでも仕事って来なくなることがあると思うんですよ。フリーランスの人なんか特にこういう恐怖心と戦っていると思うんですけどね。で、新人であればできないっすよなんて一言言おうもんなら、あ、まあ生意気な、何ができるかできないかもわからないくせによみたいな、ね、できないことを、まあ、できるようにするのがプロなんだみたいなことを言われたりするんですけど、これそれって本当なのっていう話なんですよね。できないが許されないなら、こう何でもかんでもこう命令してね、言ったもん勝ちなんですよ。理不尽であったとしても言ったもん勝ちになっちゃうんですね。で、しかもとりあえず言われました、できますって答えた人が、たとえできなかったとしてもね、なんかちょっと嫌な顔して渋々やった人と同じ成果だったとしても、こうやる気がある人と評価されるっていう、もうカオスな状態が起こっちゃうんですよね。やる気あるなあいつみたいなね、そんな人もなんかね多く見てきたんですけど、実際できないんですけどね、そういう人たちって。で、封じてくる人っていうところなんですが、もう精神の大好きなんですよ。もう大好き、もう精神の大好き、好き好き、もう自己啓発本がもうな本棚いっぱいにあるのよみたいな人たち、うん。で、努力もせずに初めからできないって言うなって言っても、できないのは甘えだみたいな、もう高圧的な態度を取ってくるんですよ。もうそんなこと言うくらいだったら、もうご自身でやってくださいよって思うんですよね。で、そんな言葉を受けて、まあ、できると言って、まあ、勉強すればいいよねって、まあ、なんとかなるからいいかみたいな楽観的な態度を取る、受けてもいたりするんですよ。で、やれ、やります、やれ、やりますのラリーが続くわけなんですね。だから任す側と任される側で、もう底なしに次々と仕事を行っていくから、まあ、取ってくるんで、結局過剰労働っていうのがなくならないんですよ。未だにこう夜中ね、日を過ぎてまでパソコンカタカタ、現場ダッシュみたいなことをしてるわけなんですよ。そこまでやる必要のある仕事なのっていう話です。まあ確かに、その僕なんかもアマゾン使ったりとか、郵便局でね、いろいろとこう、物届けてもらう立場なんで、もうそういうね、夜の7時とか8時とかたまたま家にいる時間とかに届けてくるのですごくありがたいんですけど、別にそれが1日過ぎて次の日の昼に来ようが生もんじゃない限り、そんな困らないと思うんですよね。なんであんなこう当日に届けるっていうことにサービスをこだわり続けるのかっていうところなんですよ。で、結局やればできるって限界があるんですよ。とある飲み会の小話なんですけどね、うん、友達がこう憂鬱そうに、もし仕事やばいかもしれんってこうポソってつぶやいたんですよ。だから何があったんって聞いたら、女子からの無茶なお願いだったらもう喜んで、ね、もう僕はもうルパン三世で尊敬してるんで、もう女の裏切りはアクセサリーどうでもいい、うん、上司から無茶なノルマをね課されて無理って言ったんですけど、やれの一言で終わっちゃったんですよ。で、結局怒られるのが嫌で、達成率をね、なんか 70% じゃないといけないところをこう、まあ、80% とか 90% いってますみたいな、こう達成率嘘ついて報告してたんですよ。でも結局それって最終的に報告する月末にはバレちゃうので、まあ、退職を考えてたんですよ。もうバレて怒られるくらいだったらね。でもできないは認めないみたいな、こう風習なんですよ。で、これってもう今だったら、まあ多少は多分大丈夫かなと思う。7つの会議みたいになんか冷蔵庫2000台売れみたいな、そんなんないと思うんですけど、まあ、精神論をね振りかざして、頑張ればできるとか、俺はできたぞとか、みんなやってるんだ、でもとりあえずやれっていうのがもう無茶ぶりになるんですよね。まあ、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃなくて、みんなで渡ったところで車に轢かれるものは轢かれるんですよ。潰れるものは潰れるんですよ。なんてことに気づかないで
もう自己啓発も大好きみたいなタイプだったりするんですよね。だからこういう人たちでセミナーに行ったらなんかとりあえず大声で叫ぶみたいなのが好きだったりするタイプだと思います。で根拠なしのできるに関してはもう何でもいいからとりあえずできる、そんなタイプの人も信用できないですよね。むやみやたらにこうできるできるっていうタイプの人に関してはもうギリギリになってすいませんやっぱできないっすわみたいなことを、ね、急に言ってきておいおいってなるんですよ。で仕事を引き受ける2つのパターンっていうのがあって、まあ、一つは自分を追い込むことができるタイプ。こっちは成果出します。それから突然蒸発するタイプっていうのがいるんですけど、まあ、できるで、出ますって言って急に消えるタイプですね。で、自分を追い込むことができるタイプに関しては、実際に仕事をこなすことで成長したりとか経験を糧にすることができるんですね。だから当然結果も出すんですよ。一方で、突然蒸発するタイプはもう引き受けたけど、やっぱ無理でした。じゃあバカンス行きます。シューンみたいなね。いい格好がしたいだけで実力もなければ実際にやりきるような気概もないタイプの人なんですよ。これ本当まずいですよね。こっちの方がやばいじゃんっていう話なんですが、でこれって結局もう当たり前の話なんですけど、損害を出してからじゃ遅いよねっていう話なんですね。だからできると言ってできなかったら信用を損ないますし、謝って許されるっていう話でもないんですよ。でできるって言ってできなかったら、じゃあ結局こいつってどこまでできるなの、できる人なのっていう風に、差し加減もわからなくなっちゃうんで、まあ、結局は次回から任せよっていうこともなくなって仕事を取れなくなっちゃうっていう話に、オチとしてはなるんですけどね。で、できないのにできるって、結局それは根拠なしに言えば OK ってわけじゃなくて、言わないと次はないっていう脅迫観念に駆られるから言ってるケースっていうのが多いと思うんですよ。まあ確かに楽観的にやります、行きますよっていうタイプもいると思うんですけど、そう言わないと次がないからって思わされてるっていうのが、この会社とか社会の闇な部分だと思うんですよね。もう世の中に問題があると。じゃあ、引き受けるのであれば、自分ができる範囲、例えば ABC という仕事を任されました。A と B は期限内にできます。C は無理です。伸ばしてくださいっていうようなことを伝えないと、できない可能性があるっていうことを伝えるのも大切です。それでも、ね、いや、お前さ、ブルーホースよと。そうは言うけど、それでもやれって言ってくるやつがいるんだよっていうことであれば、その人との関わりは切るっていうことをこちらが考える必要があるということなんですね。だから、自分の才能とか能力とか経験値を超えるものを無理して引き受けて、やらなかった時よりも、こう、ひどい結果になるくらいだったら、天秤にかけてどちらの選択肢を取る方が、もう自分の人生とかキャリアにおいていいのかっていうことを冷静に判断することが大事ですよと。だから、今の時代はありがたいことに、多少ちょっと無茶ぶりをしてこようもんなら、パワハラとかっていう風に訴えて結構受理されるケースって増えてきました。だからこそ自分がこのやれって言われているノルマとかその言い方方法に関して無茶だなっていうことを感じて、それでもやった方がいいのか、それとも自分の範疇を超えてるんでいやちょっと厳しいですっていう風にして、まあ、ちょっと回り道をしていくのか、どっちがいいのかっていうことを判断する、そういった力っていうのを培っていくのが大事じゃないかなということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。